ウズラクイナは、ツルモククイナ科ウズラクイナ属に分類される鳥類。本種のみで、ウズラクイナ属を構成する。夏季にヨーロッパから西アジアで繁殖し、冬季になるとアフリカ大陸北部及び中部以内へ南下し越冬する。日本では2010年に関西地方で観察された。全長27から30センチメートル。翼海峡42から53センチメートル。 頸部は、やや短い。上面の歯衣は、単行褐色で、暗褐色や黒褐色、黒の縦縞が入る。仮面が、単行褐色、喉の歯衣は白い。おばき部の仮面を覆う羽毛は、赤褐色で、白い縞模様が入る。目上部には、眉上に、灰色の筋模様、目先から目を通り、口頭にかけて、単行褐色の筋模様が入る。翼は幅広く、 風切り派は、自列風切りが最も長い。翼は、高褐色で羽毛の外縁が、単行色。光彩は、泡褐色。くちばしは短く、気分は幅広い。光子の色彩は、赤みがかった灰色。幼鳥は、上面の羽衣が、単行褐色の羽毛で覆われ、眉藩がない。オスは、喉から、胸部の羽衣が、早う色。また、繁殖期になると、色味が濃くなり。 眉藩が太くなる。草原やサバンナ、湿原の周辺に生息する。繁殖地では飛翔することは稀で、危険を感じると短距離を飛翔し、茂みに逃げ込む。植生は、動物食傾向の強い雑食で、昆虫、甲殻類、貝類、両生類、小型鳥類、小型哺乳類、植物の葉、種子などを食べる。春季や冬季には主に種子を食べる。 繁殖形態は卵生。繁殖期になると、オスは昼夜を問わず、鳴き声を上げる。俗名、クレックス及び、首相名クレックスは、鳴き声に由来する。草原の地表に草や茎を組み合わせた巣を作り、1回に6から14個の卵を産む。メスのみで放卵すると考えられ、放卵期間は16から19日。開発による生息地の破壊。 草原伐採の早期化や機械化による卵やヒナも含めた生存率や繁殖成功率の低下などにより生息数は減少している。1996年における生息数はさえずる。オスの数から9万2000から23万羽と推定されている。ありがとうございます。